大岡山にある日本料理店佐藤の店主佐藤亮介です。今日はご家庭でも簡単に美味しく作れる親子煮をご紹介いたします。親子煮の材料です。鶏のもも肉1枚、玉ねぎ1/2個、大きいものでしたら1/2個でいいと思いますが、小さいものでしたら1個分ぐらい、それから卵です。卵は3つ、全卵を3つと、後で使います卵の黄身の部分を2個、それから三つ葉、こちらは1/2パック分あります。煮ていくつゆの材料です。だし 180cc 1合分です。こちらに、みりん 50cc、 濃い口醤油も 50cc、 お砂糖が 20g、それから、今回追いがつおという形で後で使うんですが、かつお節を 12g ご用意しております。今回の材料はこちらです。親子煮のタレの作り方です。まずだし、こちら 180cc あります。濃い口醤油 50cc、 みりんこちらも 50cc ご用意してます。に砂糖 20g、こちらを混ぜまして火にかけていきます。砂糖を溶かしながら、沸いてくるまでしばらく待ちます。周りから沸いてきましたので、カツオを入れて、追いガツオという形です。これを入れてこします。一日経ちしたら、入れてよろしいかと思いますので、もう少しです。沸いてまいりました。では鰹節を入れます。これを入れたら、火は一旦止めます。味を出るまでつけておいて、でもう味が出てるとは思いますので、こちらで確認した後こしていきます。この時も、鰹節は、こしてした後もちゃんと絞ってください。こちらで親子丼の親子煮のタレの完成です。まず先ほど、先に作りました親子煮のタレです。こちらは一応分量では書いてありますが、必要なだけ使っていったらいいと思います。もし足りなければ後から足せますので、最初は少し目にしておきます。次に、鶏肉と玉ねぎを入れます。鶏肉は1枚分ご用意しております。そして玉ねぎもこちらも初めから入れてしまいます。季節的に今玉ねぎが、新玉ねぎではないので、なかなかちょっと煮えないので今先に入れてしまいます。時期が春先で、新玉ねぎの柔らかいものでしたら鶏肉だけ先に煮て、後から玉ねぎを入れるようにした方が、硬さ調整が整います。今大きさ的に同じ火通りになると思いますので、同時に入れました。そしてまず、平らにしていきまして、火をつけました。だいたいタレの量はこのぐらいでちょうどいいかと思いますので、少し余るかもしれませんが、一応このぐらいでやっております。
して、上が煮えないので干し豚、まあ、今回はホイル、アルミホイルで代用しますが蓋でも結構です。こんな感じでよろしいかと思います。火の強さはだいたい強火から、中火と中強火、まあ、結構これは強火ですけども、上までこう蒸気が行き渡るぐらいの火加減にしてください。蓋の中で火が入っている状態です。でたまに様子を見ながら、まだ鶏肉に火が入っていないかなとか、あと出汁の量がちょっと足りないかなと思ったら、先ほどの出汁をちょっと足しながら調整してください。もう、上までいかないぐらいの、この鶏肉の高さより下ぐらいの出汁の量でちょうどいいと思いますので、このぐらいをキープしながら煮続けてください。鶏肉の火が入ったかどうかを見分けるポイントは、まあ、大きさにもよるんですけれども、鶏の表面が、平らな表面がこう丸みを帯びてくると、まあ、ぷっくりしたところがだんだん形が変わってまいりますので、その辺が火が入ったポイントになると思いますので、その辺を見逃さないように、あくまでも鶏肉にも火を入れすぎても美味しくないですし、生では食べられませんので、できるだけよく見て、そして最後仕上げるようにしてください。大きさとかで大きい場合、分かりづらいと思いますので、実際こう箸で割ってみれば中が火が入っていなければ赤くなっておりますので、それは、まあ、実際触ってみれば分かると思います。こういうふうに、広がってないところは火が入りませんので、たまにこうやってかき混ぜてあげてください。で今回は火が入りやすいように鶏の方は、そぎ切りにしてあります。ある程度の幅に切ったものをそぎ切りにしたものの方が卵の、絡みもよろしいかと思いますので、そちらがおすすめでございます。今まだ若干生な感じが残ってはおりますけれども、この、赤いところがちょうどなくなった頃に卵を入れて、卵も火が入って両方皆さん一緒に火が入るタイミングが最良のタイミングになります。ですのでまだ9割5分程度火が入っているところですが、ここで卵を溶いていきます。卵こちら3つご用意してますけども、こちらはあくまでも筋を切らないように、軽くかき混ぜるように、筋を切ると卵の膨らみが悪くなりますので、まあ、この程度で結構かと思います。まだらで結構です。これを溶いていき、卵を入れてまいります。で今回ご用意している蜜葉、糸蜜葉ですのでちょっと硬いです。最後に入れる本蜜葉などだったら、最後でも結構なんですが、蜜葉硬いですので今回は先に入れさせてもらいます。で再度蓋をして半熟になったところで仕上げです。ちょうどいい感じに出来上がってまいりました。もうあと 数秒かと思いますので、そしたらあとは余熱で火を入れるようにしてください。そうしますと、完全に中まで平らに火が入ります。親子煮が煮上がりました。今から盛り付けてまいります。こちら分量で2人前となっておりますので、1人前だけ盛らせていただきます。卵の半熟具合と出汁の分量、このぐらいがちょうどいいベストな状態だと思います。蜜葉と材料を全部入れるようにして盛ってください。ここでうちだけの、ちょっと特別な工夫なんですが、先ほど最初にご用意した卵の黄身ですね、こちらを真ん中に一つ乗せます。これを食べるときに、割りほぐして一緒に召し上がっていただくと濃厚な親子煮が食べられると思いますので、まあ、こんな簡単なことですけども、ぜひご家庭でお試しいただければ、簡単に美味しくできると思います。ぜひやってみてください。親子煮の完成です。